こんにちは。うつ主カエル枕代理のゆっくりパチュリーです。雨の酒田からお送りしております。それはさておき、前回乗って楽しい帰りで酒田にやってきた役もいつかですが、今回は何に乗車するのでしょうか。それであとは賢者様にお任せしましょうか。ゆっくりしていってね。駅の周りを一周してラーメン食べたらもうこのざまですか。お腹の脂肪はそうつきませんね。何よ何よ、寝る子は育つっていうじゃないの。あなたのどこが子供なんですか。ゆかり様、正直きついです。あれから30分後改札内へ。袋に備えて帰りがお休み中ですね。入線シーンを撮影するためにさっさとホームに来ましたが、発車20分以上前にやってくるんですね。浜那須色の編成だ。うつ主が以前にも乗車した U107 編成ね。どうせならルリードの方に乗りたかったけど、贅沢というものね。まあ中身は同じですしね。ヘッドマークと言っていいのかはともかく、稲穂の印もこの通り。寒いよ。入線してすぐ車内に入れるのはありがたい。今回は見ての通りグリーン車で合成に行くわよ。ゆかり様、キャラが違います。あらかじめお買い物を済ませの上ご乗車くださいますようお願いいたします。車販はないのが少し残念ですね。まあ東の車販は大したもの売ってないからまあいいかも。フリースペースもありますね。自分の座席と反対側の景色見ることできますね。座席の後ろに仕切りがあるから気を使うことなく座席も倒し放題ね。当然コンセントも完備しているからスマホの充電も問題ないな。新幹線との乗り継ぎで特急料金もお安いですね。グリーン料金は割引されないわよん。折りたたみ式のテーブルもそこそこ使える広さだぞ。今は誰もいないから私たち専用になってます。まあどこかで乗車してくるでしょうけど、混むことはないでしょう。発車しましたが、ゆかり様、こちら側の座席でよかったのでしょうか。まあ帰りも海側じゃつまらないじゃない。場所によっては山肌しかないわけですが。そういう時こそフリースペースに行けばいいじゃない。面倒になってそのまま寝て海側しか見えません。東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急稲穂10新潟行きです。途中余部、鶴岡、厚見温泉、府屋、村上、坂町、中条、千葉、豊坂に終わります。グリーン車は1号車です。指定席は2号車から4号車です。自由席は5号車から7号車です。トイレは1号車、3号車、4号車、6号車にあります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。次は余部に停まります。稲穂の停車駅は固定されていますね。帰りと下りると桑田を通過する代わりに津谷と豊坂に停車するな。まあ桑田は笹川流れのためだけだしね。新潟にも近い豊坂にまで停車するんですね。停車するようになったのは平成のようになってからだけどね。豊坂といえば編集時のことだけど、まさか3DMO へ行っているとは思わなかったわね。今日も JR 東日本特急稲穂をご利用くださいましてありがとうございます。ご乗車の列車は特急稲穂10号新潟行きです。ご案内いたします車掌は庄内統括センター富塚です。終点までご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。小指先の止まる駅と到着時刻をお知らせいたします。次は余部です。余部14時39分。
鶴岡14時50分厚見温泉15時12分府屋15時22分村上15時50分坂町15時59分中条16時6分柴田16時15分豊坂16時24分新潟16時37分終点の新潟駅には16時37分に到着いたします。車内のご案内です。列車は先頭が7号車、一番後ろが1号車の7両で運転してまいります。この列車の自由席は前寄りの3両、5号車から7号車です。指定席は2号車から4号車、一番後ろの1号車はグリーン車です。お手洗いは前後を見ていただき、自動ドアの脇にマークのついている方へお進みいただきますと、すぐのデッキにございます。列車は駅の進入時、カーブなどで大きく揺れる場合がございます。下の空いているお飲み物など、窓枠に置かれますと、倒れてこぼれることがございますので、備え付けのテーブルをご利用ください。特急の方には車内販売の設備、自動販売機の設備はございません。ご不便おかけいたしますが、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。この列車でもお客様に安心してご利用していただけますよう、空調装置による換気や手すりの消毒などを実施しております。詳しくは当社ホームページをご覧ください。また、手洗いや席へチケットへのご協力、並びに会話を深めにしていただきますようお願いいたします。会話をしながらの飲食や向かい合わせでの座席の使用はおやめください。ご乗車ありがとうございます。特急稲穂10号新潟行きです。次は天根に停まります。雨がぱらついているとはいえまだ車窓に影響はありませんか。過去の傾向を見るみと車降りになるんですね。ランシャマどうせそうなるんだろうけど気にしないでもらいたいわね。ここがまというものもあるんだから。はいはい、窓も汚れにピントが合ってますけど最上川ですね。正直余る目まではすぐそこよね。目の前のホームは使用停止中の陸運採専用ですね。来年まで代行バスでしたね。そういえば余る目でも誰もやってきませんでしたね。どうせなら最後までこのまま行きたいものだな。それ JR 的にはどうなのよ。町内も日の元で有数の米どころ、田んぼが果てしなく続くわよ。気に入ったんですかそれ。変な T シャツはノーサンキュー。まもなく鶴岡です。大井のお客様はお忘れ物の内容をお支度ください。鶴岡の次は厚見温泉に泊まります。まもなく鶴岡です。では福岡から庄内航空井の浜線が井の浜温泉まで伸びていましたね。自動車に負けて廃止されるのは田舎あるあるね。鶴岡で降りのお客様ご乗車ありがとうございました。降り口は左側です。車内にお忘れ物なさいませんよう、座席の周り、荷物棚、チケットホルダーなどのご確認をお願いいたします。鶴岡の次は厚見温泉に泊まります。佐藤は所属レフトスタイルフロープ。調べてみるとここ鶴岡はいろいろなものの発祥地なんですね。学校給食やバンジージャンプにサーフィンね。ありがとう、一先生。海だ。フリースペースにはゆかりん疲れちゃった。寝てるだけじゃないですか。向こうまで歩くのめんどくさい。隙間使えばいいのでは。隙間使うにも体力使うからやーよ。もう厚見温泉ですよ。まだ新潟までは1時間半ぐらいあるな。新潟に着いたら起こしてちょうだい。そのまま改装されてください。あれ、トンネル。厚見温泉駅の先の西洋のトンネルは何ですか。かつて越本線の伏線下を南建設された宮名トンネルよ。
ちなみに住吉山トンネルもあるけど両方とも建設された頃には国鉄にもお金がなくてね。今更トンネルを活用するためには莫大な費用も必要だし、その割には時短効果も期待できないから今現在まで放置されているな。新建建造や設備の補修費用も必要ですしね。それにそもそも今のままで輸送力がこと足りてるのよね。それに上越本線には他にも資金を投入する区間はあるだろうしな。強風強風強風ですもんね。権藤権藤雨権藤みたいな感じかしら。違います。大川を渡ればもうすぐ富山に到着します。もう新潟県なんだ。山側だとやっぱり撮影するものがないからあっという間ね。右側が海の間はだいたい左側は山肌ですしね。特急停車駅なのに終日無人駅の富山に到着よ。そんなもの珍しくもないでしょうに。新潟県に入ってもまだ貸し切りですね。埋まる時には結構埋まるんだけどね。1月の上越本線に遠くから乗りに来るのはリスクもあるんじゃないかしら。このトンネルを抜けますと、電源切り替え作業を行うため、車内が一時的に停電いたします。すぐに復旧いたしますので、安心してご了承ください。村上手前のデッドセクションに差し掛かるわね。今度は電車ですからね。少し様子を見てみましょう。まもなく、村上です。消えちゃった。デッドセクションは今はたった三表側の先にあるからな。まあすぐに戻るわよ。まもなく村上です。村上で降りのお客様ご乗車ありがとうございました。戻った戻った。新潟県に入ってもかろうじて雨は問題なさそうね。ただ新潟も広いですからね。新潟市に向かうにつれどうなるか。次は村上だな。今度は観光でここに来たいな。酒ね。久々ね。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。新潟から青森を結んでいる国道7号だよ。上越本線、奥羽本線と似たようなルートを通っているわね。上越本線の代行バスをご利用のお客様は高松駅前から発車いたします。代行バス線のご乗車をお願いいたします。長期間にわたる運休となりまして、ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。ご乗車ありがとうございました。まもなく高松に到着いたします。お出口は左側です。高松を発車いたしますと、次は中庄に停まります。荒川を越えたら米坂線と合流するわね。案内放送の通り今は列車は運行されておらず代行バスとなります。架線がないのでわかりにくいですが、米坂線の線路が見えてきましたね。ここまで来ればわかります。坂町まで戻ってきましたわ。新潟まではあと50分弱といったところです。案外どこも雪が積もっているというわけじゃないんですね。ちらほら見えるけどまあ問題のない範囲ね。一つ駅を通過して中城に着いたわけですが、ご覧の通り雨足が強くなってきました。水滴にピントが合っちゃうよ。やっぱりなとあざけり笑う声が聞こえるわ。もはや風物詩ですしね。芝田手前の火事だわね。芝田でご乗車ありがとうございました。あと2分ほどのご乗車で芝田に到着いたします。2番線到着、折り口は左側です。お忘れ物をなさいませんよう座席の周りや荷物の中、チケットホルダーなどをご確認の上ご支度をしてお待ちください。上り階のご案内です。西芝田、佐々木、黒山、豊島と停車してまいります。爆心線普通列車の臨時会には2番線から16時39分のこの2階です。続きまして上越線、月岡、上野方面普通列車の臨時行きは3番線から
17時4分のお乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。まもなく芝田に到着いたします。2番線到着、降り口は左側です。芝田を発車いたしますと、次は豊洲間に止まります。次の3メートルですと、芝田佐藤のソレフトサイズ4分。久しぶりに乗り換え案内を聞いた気がするわ。天海での陸運再線は運休中ですし、坂町での米坂線はバス代行でしたしね。上津本線はここまでね。柴田に到着よ。ここまで来ると新潟市を意識しちゃいますね。癒される。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。次は豊坂に停まります。上津本線とお別れして我々は発進線に入るぞ。なんだかどんどん雨が強くなってきてますよ。見逃していたんだけど、新潟県下でお客が一人乗り込んできましたわ。まあほぼ貸し切りであることに変わりないですけどね。まもなく豊坂です。降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。豊坂の次は終点新潟です。まもなく豊坂です。最後の停車駅豊坂ですよ。夏の新潟には相談役がよく似合う。今は真冬です。阿賀野川を渡るといよいよ新潟市の中心部になるわね。本当は一泊してゆっくり新潟の幸を堪能したいところだが、うつむしさなす仕事ですよ。新線は阿賀野川の中洲の上を通るからまだ川は続いているな。もう辺り終わっちゃったって勘違いしちゃうな。新津方面に向かう連絡線が分岐していくな。新潟です。上越新幹線、新越線、越後線はお乗り換えです。お忘れ物の内容をお支度ください。新幹線改札口は自動改札になっておりますので、お一人ずつ乗車新潟車両センターを囲うようにデルタ地帯を形成しているわね。先ほどの連絡線と発信線と新越本線とで車両センターを囲んでおります。白い切符をお持ちのお客様は係員のいる改札を JR 東日本をご利用くださいまして、ありがとうございました。この国道7号新潟バイパスと交差した先に紙塗ったり信号場があるわよ。信号場から焼け島駅までの貨物支線が分岐してるわね。かつては塗ったり駅方面へも貨物支線があったんでしたっけ。ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく終点の新潟に到着いたします。参加に乗るのお待ちに着きます。乗り口は左側です。お忘れ物がありませんようご説明の周りや荷物とかチケットホルダーなど今一度お確認の上お支度をしてお待ちください。お乗り換えのご案内です。上越新幹線土地336号東京行きは向かい側の新幹線ホーム11番線から16時57分のこの時間です。今度の新幹線をご利用のお客様、稲穂を降りたホームの両端に11番線専用の乗り換え改札口がございますので、そちらにお進みください。今度の新幹線は、当時336号東京行きです。11番線より16時57分の連絡です。今の案内にあった新幹線ですよね。そうだな。オンコースに降りなくてもホーム上に乗り換え改札があるからな。改札を通れば目の前に新幹線が待っているわよ。往路も本来ならそうだったんですがね。帰りも入線シーン撮影できたからいいでしょ。
発山口の町方面普通列車の吉田行きは4番線16時42分すぐのお乗り換えです。新潟駅では発車番線の急遽変更となっている場合もございます。お乗り換えの際には今一度駅の案内ポストを別個掲示板などをご確認の上お乗り換えください。今日も JR 東日本特急那覇号ご利用くださいましてありがとうございました。新潟駅パーキングホームの5番線に到着いたします。お出口は左側です。新幹線で駅ゴリザは通過してくれないかしら。まあ確実にスキー客が退去して押し寄せてくるでしょうね。密だ。グリーンに逃げてもこの時期は満席になるからかえって料金の無駄遣いになるしね。余分に料金を支払って不愉快になる性癖は持ち合わせておりません。そんな性癖私だって持ってないわよ。おかしいね。してダブルピースしてるゆかり様の薄い本がこんなところに。そんな汚らわしいもの見てはいけません。ゆかり様がカレー食べすぎて白目向いてダブルピースしてるだけですよ。どこに需要があるのよ。今回の動画は以上となります。雨、これだけ降ればゴンドウ氏も当時休めたでしょうに。次回は新幹線で帰るだけですが、まあ混むだけなら仕方ないし贅沢言えないんですけどね。人の企画で向かい合わせで酒飲んで大声で騒ぐな。まあそれだけです。もっとも無言でカメラ回してるのとどっちが気味悪いのかは知りません。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。